静かだな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です、八神です。どうした？鍵がかかってない。え？沢先生？おい、タモ！嘘だろう。八神の前に突然降りかかる清涼高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は偉人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、八神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、タボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。これは血だ。ああ、そうみてえだな。
ねえ、八神さん。それ、沢先生が高校生だった時の卒アルだよね。黒川学園の。なら、マミやユイとか、いじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない？ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先に、そんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム、中を見てみるか。いや、でも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、警察が来るまでもう少し時間あるよな。その間だけでも見てみよう。まあそうだな、ちょっとだけ。いや、おい待て、パトカーが来たみたい。時間切れか。このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃ、もう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越芝殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああ、なら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ、杉浦。警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。怪しいな。あ？これは。これはスマホだ。これ沢先生のか。そうらしいな。部屋に押し入った RK の。どうする？メールとか通話履歴見てみるか。そうだね。なんだ？あ？ダメだ。じゃあ残念だけどね。
これは目につく傷はここだな。どう、怪盗さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹、神室町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、ナベさん。なれなれしいぞ。あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは押したちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後、沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで、死因と死亡推定時刻は。死因は首の後ろ、盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間。じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。鍋さん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ街に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは。ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるが、そう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんで神室町の半グレに追われてた。おまけに桑名ってのも偽名だって。沢先生とはどういうつながりがあった。それ全部知りたいですよ、俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。あ、今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか、鍋さん。ああ、
こちらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。ナベさん、江原のことは聞いてこないんですね。俺こないだ拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越場を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越場殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越場殺しで調べるなら、その前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで三越場殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ侍。本当に急なことで、私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。あの八神さん、理事長からもし学校にいらしてたら八神さんとお話ししたいと。沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。八神さん。ああ、いや。驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。八神さんは何かご存知なのですか？現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか？事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。
お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが、沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ、そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか。なるほど。ええ、そうですね。そんなことになってしまったらミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは、俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか。そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。どうぞ。来てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？偉人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、カムロ町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前、沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越馬君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのなら、どれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ、彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても
何人で止めに来ても俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです、理事長。あとは沢先生の2年2組が心配です。矢上さんもよくご存知の通り、少し不安定な子たちがいますから。また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。高田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。八神さんじゃないっすか。何しに来たんです？なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、御子柴先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった、まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。御子柴先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。はあ、せえぞ童貞。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけ。でもだから、沢先生に何があったのか分かったときは、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り、すかした顔しちゃって。何？どうしたんだよ、茜。お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、御子柴弘がなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも御子柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ御子柴先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、そん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。ふん、なんだよ探偵って。ああ、
うさんくさ。あいつさ、アカネ、三越葉先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし、それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でもよく謝った。とも。よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。いや、また後にしよう。そうですか、ではまた。
八神さん。ええ。まったく。